こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は西口明事件の犯人とその家族の末路について解説していくぜ。西口明って誰？西口明は1963年10月から1964年1月までの間に、福岡県で2人、静岡県で2人、東京都で1人と丸人を繰り返しながら、日本列島を移動し続けた連続丸人犯だぜ。5人も人の命を奪うなんて鬼畜すぎるわ。そして全国12万人の警察を次々と欺き逃亡を続けた西口明を見つけたのは、なんと当時10歳の少女だったんだ。何それ、すごすぎるわ。その後、事件は解決するが西口明とその家族も、また悲惨な末路をたどることになるぜ。5人も殺めているから、悲惨な末路をたどっても仕方がないようには思えるけど、詳しく教えてちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは西口明事件の詳細について紹介していくぜ。西口明は、3回に分けて計5人を殺めているんだ。人間ができることではないわ。西口明の最初の事件は1963年10月18日に発生した。事件現場は、福岡県宮古郡神田町堤の国鉄日豊本線神田駅の西側にある山道。日本船売公社職員の男性が何者かに殺められているのが発見された。さらに、同じ頃現場から約2キロ離れたところで、運転手の男性が亡くなっているのが発見されたぜ。二人も続けて亡くなっていたのね。事件当時、被害者はタバコの配給と集金の業務に出ていて、被害者が乗る現金集金車の運転をしていたのがもう一人の被害者だった。そして、車内からは、集金したはずの現金およそ27万円がなくなっていた。じゃあ、西口明はお金目的で二人の命を奪ったってことかしら？ああ。福岡県警は金目当ての強盗丸人であると判断して捜査を開始したんだ。被害者が訪れた集金先の住民が被害者と同行していた西口明を目撃していたことから、警察は事件から2日後、前科があった西口明を全国指名手配。事件現場に残されていた指紋と西口明の指紋が一致し、自宅からも血がついた衣類が見つかった。もう言い逃れはできないわね。指名手配された日、西口明は競艇レースに出かけ、野球を見ていたりしていたが、新聞の朝刊やラジオで、自分が指名手配されていることを知り逃亡を図ったぜ。警察は関西方面に逃げたと見ているという情報を得た西口明は、宿を取っていた福岡市新柳町から佐賀県唐津市に移動したんだ。それからも西口明は偽名を使い大学教授や弁護士だと偽りながら、次々と場所を変え逃亡を続けたぜ。いつまでも警察を欺けると思っていたのかしら。いや、西口明自身もいつまでも逃げ続けるのは困難だと思っていたようだぜ。西口明は10月23日には佐賀県内から福岡県警行橋署に偽の情報を記した手紙を送り、自丸を偽装したんだ。自分はもうこの世にはいないと見せかけて、警察がこれ以上追わないように仕向けたのね。ああ、西口明が行橋署に送った手紙には自分が被害者2名を殺めたこと、償いとして、自ら命を絶つこと、そして現在は東京にいることなどが綴られていたぜ。そして10月25日に瀬戸内海を渡る連絡船の瀬戸丸に衣装を忍ばせた上着と靴を置いて立ち去り、瀬戸丸から身を投げたかのように偽装したんだ。随分手の込んだ偽装ね。だがこの偽装もすぐに嘘だとバレることになる。香川県警から連絡を受けた福岡県警は海上保安庁と協力して捜索に当たったが、いくら探しても上着と靴以外の遺留品が出なかったことから、福岡県警は逮捕を免れるため偽装自丸をしたものと判断したぜ。西口明は生きているものとみて捜査は続けられることになったんだ。警察はそんなに頭悪くないわよ。でも警察が騙されなくて本当に良かったわ。こうして九州を後にした西口明は神戸、大阪、京都、名古屋と移動を続けながら、静岡県浜松市にたどり着いた。そこでまた新たな事件を起こしてしまうんだ。西口明は10月28日に京都大学の教授と身分を偽って、浜松市内にある旅館の富士見に宿泊。滞在した際、黒縁メガネにコートを着込み正岡という偽名を使っていたそうだ。大学の教授って、すぐにバレそうな嘘だわ。西口明は旅館の電話からたびたび静岡大学工学部に電話をかける演技をしていた。富士見の女将と母親は3日も経つと、西口明が大学教授であると信じ込んでしまったそうだぜ。やり手の詐欺師だわ。私も引っかかってしまいそう。そして西口明という人物は、非常に女性にモテたそうなんだ。獄中で西口明が書いたとされる式、罪は海よりも深しによると、女将は西口明が旅館に来た初日から4日目までは、部屋に呼ぶ芸儀や将棋をどうするかと尋ねてきたものの、5日目には、女の子を部屋にあげないで自分と過ごしてほしい、と懇願してきたというんだぜ。
西口明は詐欺師では術が得意だったから女性にモテたのかもしれないわね。女将は西口明にすっかり惚れ込んでしまったようで、まだ泊まっていくように頼んだそうだ。だが西口明は女将親子に疑われないためにも旅館を出て、広島、徳山、沼津と渡り歩いたんだ。広島では、養護施設に寄付するという名目で電気店からテレビ4台を騙し取って、質に入れ、8万円を詐取。徳山では、東大教授と称して2泊したが、美人の女中と養友にしているぜ。女性を騙すのも上手だったのね。その後、11月14日に西口明は再び、旅館富士見に再びやってきたんだ。そして女将は客室ではなく自分の部屋に西口明を通し、そこに布団も用意した。女将親子は彼のための新しい着物まで仕立てていたそうだぜ。女将親子は西口明が大学教授だということをしっかり信じきっていたのね。ああ、だが西口明の狙いはあくまで金品だった。そして運命の11月18日、ついに西口明は女将親子の命を奪ってしまったんだ。貴金属や宝石を盗み出し、これらを質に入れて4万8000円を手に入れたぜ。さらに委任状を偽造して富士見の電話加入券を10万円で質入れしたんだ。お金のためだったら人まで簡単に殺めてしまうのが恐ろしすぎるわ。警察はきちんと動いていたのよね。ああ、もちろんだぜ。1963年11月22日、警察庁は西口明を重要指名被疑者に指定し特別手配を開始。この特別手配とは、1956年11月に制定された重要指名被疑者特別手配要項に基づき、再犯の危険性がある凶悪犯に適用されるもので、西口明は制度が始まってから5例目の適用だったんだ。つまり、普通の指名手配犯よりも優先して捜査されるってことね。ああ、その通りだぜ。だが特別手配された後も、西口明は各地で詐欺や窃盗を繰り返しているんだ。12月3日には千葉地裁に現れ、会計課職員になりすまし、息子の罰金を払いに来たという、61歳の女性から6000円を差し、その後、千葉刑務所で弁護士になりすまし、交友中の男の50歳の母親から保釈金5万円を差ししたぜ。なりすましの常習犯だわ。母親の心を利用するなんて許せない。その他にも2月5日には福島県いわき市の弁護士事務所内で、弁護士バッジを盗み、盗んだバッジを上着の襟につけ弁護士になりすましていた。12月7日には北海道の洋品呉服店に現れ弁護士を名乗って1万5千円を差しした。1964年2月9日には東京都中央区に現れ弁護士になりすまし、保釈手続き費用4万円を騙し取ったぜ。弁護士バッジを持っていたら誰でも騙されてしまうわ。警察は西口明の逃走の様子から、毎日1万円前後の消費をしてて持ち金がなくなると詐欺や窃盗をしていると予想し、顔写真の入ったポスターを50万部すり日本中に配布したんだ。警察も新たな被害者が出ないように必死だったのね。ああ、だがその警察の願いは叶うことなく新たな犠牲者が出てしまうぜ。西口明は弁護士になりすまし詐欺を続けるうちに、弁護士らしく見せかけるための訴訟書類を盗み取ろうと計画し始めたぜ。そこで目をつけたのが、東京地裁の控え室で見かけた当時82歳の弁護士男性だったんだ。そして民事事件を依頼したいなどと言葉巧みに騙して接触したんだぜ。弁護士までも騙したのね。そして12月29日、外出先で西口明と被害者弁護士は面談し、うまく理由をつけて東京都豊島区の被害者弁護士のアパートに同行。部屋に入ると、西口明は被害者弁護士を背後から襲い殺めてしまったんだ。その後、現金や弁護士バッジなど14万円相当を奪ったぜ。また罪のない人間を一人殺めてしまったのね。身勝手すぎるわ。そして驚くことにそれから4日間、丸太をタンスの中に移してこの家で過ごしたそうだ。その後、ある寺に電話したんだ。西口明は、熊本県玉名市にある立願寺に河村弁護士を名乗り、電話をしたんだ。その内容は、寺の住職の古川太夫さんの支援をするため、東京からわざわざやってきて、近所の旅館に泊まっているというものだったぜ。支援って？西口明と古川太夫さんは顔見知りだったの？実はこの寺の住職である古川太夫さん、福岡刑務所で受刑者などに対して特性教育をし、改心するように導く活動をしていて、冤罪被害者を救う活動もしていたんだ。かつて西口明が服役していた時古川太夫さんは講話で、福岡刑務所を訪れたことがあったという。そのため西口明は古川太夫さんの顔や活動、住職をしている寺などを覚えていたそうだぜ。詐欺のためにあらゆる人脈を使うなんて、詐欺師らしいわ。西口明は、冤罪被害に興味がなければ知り得ないような情報や、古川太夫さんの支援者である大学教授や弁護士の名前を織り交ぜて話を進め、信用を得ることに成功してしまったんだ。
どうして西口明はそんな情報を知っていたの？実は、古川大龍さん一家は前日の元旦まで旅行に行っていて、家を留守にしていたぜ。そのため、古川大龍さんに宛ての年賀状を盗んで、支援者や冤罪被害者の名前などを事前に調べておいたようなんだ。事前の情報収集も抜かりないわね。古川大龍さんは、当時、福岡事件という冤罪の可能性が強く疑われる事件の解決に向け、資材を投げ打って奔走していたのだが事態はあまり進展していなかった。そんな中、東京のエリート弁護士からの協力の申し出は古川大龍さんにとって、まさに天からの贈り物のような機会だったんだぜ。西口明はまたしても何の罪もない人たちをターゲットにしたのね。ああ、古川大龍さんは、すっかり西口明のことを善良な弁護士だと信じてしまったんだ。じゃあ、古川大龍さんも犠牲になってしまうの？いや、ここで事件を解決させる救世主が現れるぜ。西口明の正体を知らないまま古川大龍さんは西口明の申し出に感激し、自宅に招くことになった。自宅には古川大龍さんの妻、そして娘が二人いたぜ。当時11歳だった次女の瑠璃子さんは、父である古川大龍さんが連れてきた西口明を、2階に案内するように言いつけられる。だが何を思ったか彼女は突然家を飛び出していったんだ。え、もしかして、瑠璃子さんは指名手配犯の西口明を知っていたの？ああ、実は瑠璃子さんの同級生に西口明と似た名前の生徒がいたため、彼女は通学中に指名手配書をよく見ていたんだぜ。そのため、河村弁護士を見た時にポスターの人に顔が似ている。とすぐ気づき、人相を確認するために近所に貼られていた指名手配のポスターを見に行ったというわけなんだ。子供って、大人よりも物事を見ている時があるわよね。ポスターを見て家にいる人は、この人だと確信した瑠璃子さんは、こっそり両親にそのことを知らせたが、子供の言うことだと最初は古川大龍さんも取り合わなかったそうなんだ。だが瑠璃子さんの姉の愛子さんも同一人物にしか見えないと訴え、ポスターに書かれていた額の右と頬にある小さなあざという特徴まで一致したことから、古川大龍さんの妻も河村弁護士を疑うようになったぜ。指名手配犯のポスターが家のそばにあったのは不幸中の幸いだわ。不安になった古川大龍さんの妻はそのことを夫に話し、念のため古川さんも手配書を見に行ったんだ。確かに河村と名乗る弁護士は、西口明にそっくりだということを自分の目で確認したぜ。さらに弁護士の割に法律の知識が乏しいなど、話していて不自然な箇所に気づいた古川大龍さんは、河村弁護士と名乗るこの男は、西口明であることを確信したんだ。感づかれる危険を考えるとすぐに警察へ向かうこともできなさそうよね。また、西口明のいた部屋は窓に囲まれ見晴らしが良かったため、仮に電話で通報し警察がやってきたとしても家に近づいてくる段階で気づかれる可能性もあったんだ。古川大龍さんは考えた末、西口明を油断させたまま家に泊めることにしたんだ。寝ている間に警察を呼ぶのが一番安全だと考えたのね。ああ、それもあるが古川大龍さんは宗教家として、自分や家族の安全よりも、西口明がこれ以上の罪を犯すことなく捕まえることが大事だと考えてもいたんだぜ。自分たちが危険な状況にいるのにそのような考えができるなんて立派すぎるわ。こうして古川大龍さん一家の長い夜が始まったんだ。西口明を家に泊めることに決めた古川大龍さんは、まず家族に危害が及ばないよう、鍵付きの部屋を用意することにしたぜ。古川大龍さんの妻が西口明の話し相手をしている間に音を立てないように釘を打ち、部屋に錠前を取り付け、そこに子供たちを避難させたんだ。西口明に気づかれないように細心の注意を払って作業したため、釘を一本打つのに20分もかかったそうだぜ。聞いている私も緊張するわ。そして午後11時になって西口明がいる部屋の電気が消えたのを確認すると、古川大龍さんの妻と長女の愛子さんが家を抜け出して交番に向かい、家に西口明らしき男がいることを説明した。すぐに一緒に来てほしいと頼んだが、警察は西口明は東京に潜伏していると思っていて半信半疑だったそうだ。さらに相手が連続マル人犯であることから、人員を集める時間が欲しい。と言われ、結局、古川大龍さん自宅周辺を警察が囲んだのは翌1月3日の午前4時だったぜ。その間、家族は生きた心地がしなかったわよね。ああ、自分だったらと思うと寒気がするぜ。だが古川大龍さんにはまた新たな試練が訪れるんだ。明け方4時、刑事が西口明に気づかれないように古川大龍さんの家を訪れ、古川大龍さんにあるお願いをしたんだ。それは、西口明が起きたら一緒に戦闘に行き、決定的な特徴である右胸にある傷跡を確認したいというものだ。古川大龍さんは、一度断ったが結局承諾していくことになってしまったぜ。ひえー、そんなの嫌すぎるわ。
翌朝、西口明が起き、さりげない古川大龍さんの妻の勧めにより、先頭に向かい、一緒に入った古川大龍さんだが西口明は右側を見せないよう手拭いをかけていて、傷跡を確かめることができなかったんだ。古川大龍さんは背中を流しましょうと、かけてあった手拭いをさっと取ったが、西口明は胸の傷跡を見えないように腕組みをして隠していたそうだぜ。その時、西口明と目が合った古川大龍さんは、その視線に震え上がったというんだ。そりゃあ、そうよ。相手は丸人気なのよ。戦闘から自宅へ戻った後、感づいた西口明はさっさと2階に上がっていった。西口明が逃げないようにすぐに警察へ連絡。家を出たところで警察に取り押さえられ、こうしてようやく西口明は逮捕されたぜ。逃亡から78日目で、やっと身柄が確保されたんだ。直後に警察庁長官は、警察12万人の目は、一人の少女の目にかなわなかった。というコメントを発表しているぜ。5人の人はやめて12万人もの警官から逃げ回った西口明は、たった一人の少女に正体を見破られ一晩であっさり逮捕されたのね。そして西口明は、古川家には冤罪被害者の支援金があると思って近づいたこと。金を奪った後は一家を丸買いして逃亡を続ける予定であったことを自供。また取り調べ中に。やっぱり詐欺は面倒だ。簡単なのは殺しだね。などと言っていたそうだぜ。本当に間一髪だったわね。その後、西口明にはどんな罰が下されたの？西口明は丸人5件、詐欺10件、窃盗2件の罪状で起訴され、1964年12月23日に福岡地裁小倉支部で極刑判決が下されたぜ。論告求刑で検察は西口明のことを史上最高の黒い金メダルチャンピオンと非難。判決では裁判官が悪魔の申し子と形容しているんだ。検察や裁判官の言葉が西口明の犯行の残虐さを如実に表しているわね。その後、1965年1月4日に弁護側が、被告人は犯行時、心神耗弱状態にあった。精神鑑定が十分になされていない。などと訴えて減刑を求めて控訴したが、8月28日に福岡高裁は控訴を棄却。続いて9月10日に弁護側は最高裁に上告したが、1966年8月15日に西口明本人が訴えを取り下げていて、これによって極刑が確定したぜ。西口明は極刑求刑された後、法廷で、死刑の求刑は当然だと思っている。不平も不満もない。だから最後は人間らしい気持ちで刑場に上がりたい。どうかその姿を想像して笑ってください。と語ったんだ。自分から訴えを取り下げるなんて潔いじゃない。8月15日は終戦記念日として知られているけど、西口明がこの日に上告を取り下げたのには、戦争と何か関係があるの？それと上告の取り下げとは無関係だぜ。西口明が知人に宛てた手紙によると、1549年8月15日は、聖フランシスコ・ザビエルが、伝道のために渡米した日だそうだ。そして聖母マリア様が亡くなられて天に帰られた聖母の飛翔天祭が8月15日で、飛翔天祭はカトリック教徒にとってクリスマスに並ぶ祝日でもあるというんだぜ。え？ちょっと待って、西口明ってクリスチャンだったの？ああ、そうなんだ。幼い頃にきちんと洗礼も受けていたぜ。凶悪な丸人気がクリスチャンって信じられないわ。西口明はどんな人生を歩んできたのかしら。では次から西口明の老いたちについて掘り下げていこう。西口明は1925年12月14日、長崎県五島列島から大阪へ出稼ぎに来た両親のもとに生まれた。西口明が3歳の頃に五島列島に戻り父親はアジアサバ用の船2隻を所有して成功し、五島の有力者となったぜ。1936年頃、父親は漁業を辞めて福岡県で果樹園経営を始めたが、持病の喘息が悪化して、果樹園を辞め、1941年には大分県別府市にある温泉旅館を買い取って、旅館経営を始めたんだ。経済的には豊かな環境で、西口明は育ったのね。両親は隠れキリシタンの風習があった長崎県五島列島の出身だったためクリスチャンで、西口明もクリスチャンの戒律に沿った教育を受けて育つことになったぜ。西口明は中学から福岡にある全寮制のミッションスクールに入り、厳しいしつけを受けることになった。若干中学3年生の子供が全寮制っていうのもすごいわね。だが残念なことに厳しい戒律のある寮生活に馴染めず3年生の時には中退して家出した。その後、窃盗、詐欺を繰り返し少年刑務所に入ったが、出所後も犯罪を犯しては服役の繰り返しだったぜ。両親は真面目に働いて家族が裕福に暮らせるようにまでなったのに、残念すぎるわ。もしかしたら、ミッションスクールが厳しすぎたのかもしれないな。
そして西口明は1946年10月、20歳の時に福岡県内で知り合った1歳年下の女性と結婚。結婚翌年の1947年6月には長男が誕生したんだ。結婚して子供も生まれたし、この頃は真面目に生きていたのね。いや、長男が誕生した翌年の1948年には、進駐軍の軍人を装って恐喝事件を起こし、懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けている。しかも大阪刑務所を出てからは別府市内でアメリカ兵相手のバーを改良して人儲けするが、1951年には米ドルの不法所持で逮捕されて罰金刑に処され、1950年には進駐軍日系2世になりすまして、会社を安く売ってやるなどと言ってカゴ脱詐欺を図って再び逮捕、懲役5年の実刑判決を受けているぜ。この頃から、すでになりすまして詐欺に及んでいたのね。奥さんや子供がかわいそうだわ。実はこの二つの事件を起こした間に西口明には娘が誕生しているが、第一子の息子も第二子の娘も父親と過ごしたことはほとんどなく、顔もよく知らないという状況だったそうだぜ。その後、1957年に西口明は福岡刑務所を出所。1959年には詐欺罪などでまたもや逮捕され懲役刑を受けて小倉刑務所に、収監されている1960年の8月に、妻との協議離婚が成立するんだ。西口明は夫としても父親としても最低だし、私も離婚するのが賢明だと思うわ。だがカトリックでは離婚が厳しく禁じられているため、周囲に説得された西口明は別れた妻と1960年の12月には再婚することになるんだぜ。ところが1962年に小倉刑務所を仮出所した西口明は再婚までしたにもかかわらず家族の元に帰らず、福岡県内で愛人関係にあった女性と同棲生活を開始させてしまうんだ。なんというくずっぷりなのかしら。そして36歳になっていた西口明は知り合いのつてを頼って運送業の仕事に就き、そこで専売公社の集金業務のルートやスケジュールなどを知り現金集金者を襲って、売り上げを奪う計画を立てたとされているぜ。それが一番最初の丸人事件になったのね。ああ、その通りだぜ。この事件も生活費のために企てたのではなく、意中の女性に貢ぐための資金調達が目的だったんだ。強盗し、被害者2名を殺めた後その足で西口明は意中の女性が働く理髪店に行き、現金を渡した後に彼女と福岡市内の旅館へ行ったとのことなんだ。身勝手すぎて言葉にならないわ。事件後、家族はきっと苦しめられたでしょうね。ああ、犯罪者の家族ということで世間からも厳しい目で見られることになってしまった。だが、ある人の支えで、西口明もその家族も救われることになるんだ。あれだけのことをしておいて助けてくれる人がいるなんて信じられないわ。事件当時、妻と子供たちは西口明の両親が経営する別府の温泉旅館にいたそうだ。だが西口明が逮捕されたことで旅館も廃業に追い込まれ、一家は経済的にも困窮した状況にあったぜ。そんな中、一家の支援を申し出た人物がいたんだ。それが古川大龍さんだぜ。古川大龍さんは命を狙われてたのに西口明の家族の支援をしたの。ああ、残された子供の支援を続け学費の援助まで申し出たんだ。また古川大龍さんは獄中の西口明に向けて宗教関係の本を差し入れしたぜ。これが逮捕後も反省の様子を見せず堅くなであった西口明の心を開いたとされているんだ。そこまで面倒を見るなんて、古川大龍さんは本当に心優しい人だったのね。古川大龍さんは真言宗の僧侶。西口明はカトリック教徒で、二人の信仰は異なるものだった。だが宗教家として自分を救おうとする古川大龍さんと接することで西口明は自分を見直し、初めて自分の罪を悔いるようになったんだ。すべて古川大龍さんのおかげなのね。古川大龍さんは犯罪者は心の病気という信念のもと、罪を憎んで人を憎まずの精神で西口と文通を続けたぜ。多くの人にできることではないわ。西口明は刑が執行される日の朝隣の棒に収監されている囚人に、古川さんが来たら、念仏をお願いしますと伝えてほしい。と言い残していたそうだぜ。それほどまでに古川大龍さんの存在は大きな救いになっていたのね。実は逮捕から5年後、西口明は、自分を逮捕に追いやった古川大龍さんの次女瑠璃子さんにも手紙を出している。この手紙はネット上では気味が悪い、怖いとも噂されているぜ。どんな内容が書かれていたの？手紙には驚くほど達筆で、その折は大変迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。瑠璃子さんも高校生に成長なさって、ほがらかに、毎日元気にお過ごしのことと伺っております。決して皮肉ではございません。できたら今後、瑠璃子さんと文通をしたいと思います。と書かれていて、押し花が添えてあったそうだ。自分を見つけ当てた古川瑠璃子さんへの皮肉とも取れる手紙だわ。
いや、時期的には古川太夫さんと手紙のやり取りをして、改心していた後に出されたもののため瑠璃子さんに謝りたくて手紙を出したんだと思うぜ。この手紙を受け取った後、瑠璃子さんが西口明と文通したという話はない。気味悪がったのかしらね。というよりも父親の古川太夫さんに任せたのではないかと言われているんだ。何せ当時まだ女子高生だった瑠璃子さんに連続マルジンハントのやり取りなんて荷が重すぎるぜ。だが、瑠璃子さんは西口明の息子とは文通していたようだぜ。なんで息子と？西口明の息子が古川家を訪ねてきたこともあり、瑠璃子さんと二人で、事件が残した苦しみを語り合うこともあったそうだ。瑠璃子さんはお手柄少女として一躍時の人となったが、事件後、自分がしたことについて悩む様子も見せていたそうなんだ。え、瑠璃子さんのしたことは何も間違ってないのに、もちろん連続マルジン犯を止めた彼女の行いは、誰がどう見ても正しいものだったぜ。だが、瑠璃子さんは西口明に子供がいたことを知ると、みんなが被害者。亡くなった人も、残された人も、父親と話していたというんだ。瑠璃子さんは人知れず負い目を感じていたからこそ、西口明の息子と文通を始めたのね。ああ、そうなんだ。そして運命の日が刻一刻と近づいているんだ。西口明は獄中の中で展示翻訳のボランティアに励んでいた。ペンフレンドであった女子大生からの依頼で、卒論の哲学書を展示役に翻訳。実はこの時に西口明が転訳した哲学書により、卒論を書き上げ、早稲田大学を卒業した男子学生がいるんだぜ。この学生は、その後地方議員となり活躍しているそうなんだ。もちろん地方議員になったのはその学生の力だけど、西口明が唯一誰かの力になった出来事かもしれないわね。ああ、悪魔の申し子と呼ばれた西口明も、最後の最後で誰かのためになる生き方ができたと言えるな。そして1970年12月11日、収監されていた福岡拘置所内で西口明の刑が執行されたぜ。去年44歳だった。西口明の最後の言葉は、遺骨は別府湾に散骨してください、アーメン。だったそうだぜ。西口明は、最後はクリスチャンとして旅立ったのね。当時、福岡拘置所には免田事件の冤罪被害者、免田栄さんも収監されていた。無罪が確定して出所した後免田さんは当日の西口明の様子について、当日の服を自分で用意して覚悟していて、潔かったですよ。拘置所にいた34年の間、複数の丸刑囚を見送ってきたけれど彼のような人はいなかった。とテレビの取材に答えていたそうだぜ。西口明が亡くなった後、その家族はどうなってしまったのかしら。冒頭でも話したが、西口明は丸刑執行当時、妻、そして子供が二人いた。家族は大分県にある西口明の両親が経営する温泉旅館にお世話になっていたんだ。戦後最悪の連続マルジンと言われるほどの大事件を起こした西口明の家族は、世間から注目を集め後ろ指を刺されることになるぜ。身内の誰かが犯罪者になってしまうと家族たちも悪者扱いされてしまうのが日本よね。ああ、今のようにネットなどなくテレビすら少なかった時代だが、それでも世間の目から逃れることはできず西口明の逮捕時に高校生だった息子は、一時、父親の犯罪に影響されてぐれかけたこともあったそうだぜ。父親が子供に与える影響は大きいわよね。そんな息子に西口明は獄中から手紙を20通以上も書き続け、俺のようになるな。と言い続けたとのことなんだ。身勝手すぎるよ。犯罪など犯さなければ家族にも迷惑がかからなかったのに。また、獄中の西口明を支えた古川太夫さんと瑠璃子さんは、西口明が亡くなった後も、西口一家を支え続けてくれて、そのおかげでなんとか生活することができていたみたいだぜ。古川太夫さんがいなかったら、家族は精神的にも生きていけなかったかもしれないわね。ああ、家族は一生西口明を恨んで生きていたかもしれないな。なぜなら、西口明は古川太夫さんに出会ってから、とても穏やかになり、刑の執行前には家族のことを気にかけるようになっていたからだ。西口明の家族がようやく家族らしさを取り戻せたのは古川太夫さんのおかげだと言っても過言ではない。自分の命のリミットが近づいてきて、ようやく西口明も家族が大切だということに気づいたんだろうな。でも気づくのが遅すぎたわ。西口明の息子は、1969年に古川太夫さんのおかげで西口明が改心したことがわかると、自分の子供を連れて福岡拘置所に面会に訪れたことがある。その時は涙を流したと言うんだ。人間は失ってから初めて気づくことが多いものだけど、それでは遅すぎるよ。そしてこの西口明事件以降、新たに広域重要事件特別捜査要項が制定されたぜ。これは、警察庁は西口明事件のような犯罪に対応できるように、全国の警察が協力をして、
捜査に当たる警察庁広域重要指定事件を指定できるようにしたものだ。警察庁広域重要指定事件に指定された有名な事件としては、1968年の長山則夫連続シャマル事件、1984年のグリコ森永事件などがあるぜ。二度と同じような事件が起きないように、警察には頑張ってもらいたいわ。というわけで今回は、西口明事件の犯人とその家族の末路について解説したぜ。西口明は悪魔のような奴だったけど、古川大龍さんと交流するようになってからは、人が変わったように反省するようになって驚いたわ。今さら反省しても遅いと思われても仕方がないとは思うが、このような凶悪な事件を起こす前に古川大龍さんのような方に出会っていればな。だが西口明の家族が古川大龍さんによって救われたことはだが不幸中の幸いとも言えるな。亡くなった5人の方々のご冥福を心から祈るとともに、この社会で同じような事件が起こらないことを祈るばかりだわ。みんなの意見や感想があったら気軽にコメントしていってほしいぜ。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。